反射門プログラムスタート。量子ヘッドレイシフト開始まであと3、2、工程に問題発生。時空連続体に理解困難の不具合発グランドオーダー実証停止。レイシフトコフィン内のパイロットの安全を最優先。パイロットの自主的な帰還を期待します。ここは一体得意って少女がトンネルを抜けるとそこは一面のグレートキャッツビレッジだった。なんてな、文学的な OP とか私には似合わないっつーの。グッモーニー、素敵な課長かーの。布団とかねえからこたつで看病してたけど大丈夫？お尻痛くない？あ、痛くない。地面に直置きのこたつでもびくともしないと耐久は嫌なんですな。まあいいや、みかん食べる？これ、愛媛の美味しいとこ。あ、はい、ありがとうございます。でしょ、もっと食べなさい、もっと食べなさい。毒とか入ってないから。黄泉の食べ物を食べたら地上に出られないとかそんなケチくさいこと言わないよ。だいたいさ、客を呼び止めたいんなら呪いじゃなくて味で勝負しよ。こっちとら伊達に立つヒロインして店始めてね。この麺口煮干し級の猫乾麺で天下取ったわ。ほう、怒涛のカオスラッシュに驚かれない。泰山明堂してネズミも出ねえときた。ここグレートキャッツビレッジは妖精島の一つ。地上から人間が迷い込んでくることもある。察するところ、お嬢さんもその一例かな。どこの世界の冒険少女なんだ。はい、私はマシュキリエライト、人類保証機関カルデアに所属する研究員であり、英霊と融合を果たしたデミサーバントの成功例です。あなたはどこの惑星の方でしょう。地球上の生命体とは思えませんが。おやおや、冗談のうまいお嬢さんが。おいしいみかんのお返しにしちゃパンチ効いてる。でもまあ地上にはいないよね、こんな美女。そのセクシー、まさにモンスター級キラ。怪物的という意味ですね。適切な比喩表現ありがとうございます。ああ、わずか1分のやりとりですが、言うには遊びが通じないのは理解した。よろしくマシコ、私は猫歩く、この猫国のトップ猫。察するところ、マシ君は一刻も早く元の世界に戻らなければにゃらない。違うかな。カルデアとの通信は完全に途絶。ここがどこの時代なのかも。にゃにゃにゃ、心配するな、マダムは全員。悩みはいろいろあるだろうけど、ちょっとこたつをどけてごらん。驚くぜ。こたつをですか。では失礼して。そっくりです。猫アルクさんは召喚師だったのですか。うん、これはね、マシ君が空から落ちてきて私をクッションにしたとスポンジみたいになった体から魔力が地面にビシャッ。すごいっしょ、光に見ても異世界転移のゲートです。マシ君の力と猫の力が融合したおわせわざ。どれも言っておきますか。
ゃマシ君は護衛役？なるほどな、そんな感じするする。じゃ話がまとまったところでゲートに飛び込もっか。マシ君は元の世界に戻るために、私は MB 界を平和にするために。一緒協力して異世界冒険しようぜ。地獄かよ。バーンユはマジックサーキット。ウィーン、ファイ、今おーりゃー、バンババンバ、マイン、ヤッコリバンバ、バンバクリアンクロー、チャンス、バンバウィッカバンシャー、今ヤッコリバンバ、アタイヤヤ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 ヤ、なんかしちゃう？払いの成功ではダメだというのか！損害、想定内です。戦闘態勢で継続します。2010年代の日本、吸血鬼。私たちの世界と法則は違うようですが、戦闘に支障はありません。戦闘後、サインをいただけないでしょうか。では、こちらも記念写真など1枚。バーンユはマジックサーキット。そちらですね、バイ。待て、まだ
猫翡翠です。マシ君も一杯いただく。メイドになればどんな殺人ケーキも思いのままだぜ。精神に異常をきたす薬物を検知、カルデア式解毒メソッドを実行します。ごめんなさい、猫アルクさん、助ける方法はこれしかありません。わお、すっごい判断力。そういうこと。バーニはマジックサーキット。ファイト。
戦闘態勢を継続します。よかった、毒物すべて摘出されました。念のためあと数回衝撃を加えて胃洗浄も。猫歩きさん、そんなに急いでどこに行かれるのですか？芝による危険予測。場合はマジックサーキット。ファイト今。芝による危険予測、戦闘になるのですね。気は乗らないけど仕方ない。万有はマジックサーキット。今ファイト。よっと、カテゴリー人類の脅威、戦うほかありません。やれやれ、一度しかない命を。バーンユアマジックサーキットファイト。やっ、やっ、ダイブ上ですね。全出力いきます。これなら飛べ。ここからだ。打ち払う。これならやあ、弾け。たまっ、さあお倒れを。ここからだ。せーの、ここからだ。いいんじゃねえ。ここです。バウンサー柔道。ここからだ。痛いの、いきます。さあチャンス。やりますよ。上ですね。勝利、ご苦労様だったな。損害想定内です。人類の脅威として活動する対応。なんということでしょう。猫歩きさんとはぐれてしまいました。その上、気がつくと怪しい地下空洞にいるマシュキリエライトです。お屋敷の奥にある森に踏み入ったところ、着物姿の女性の後ろ姿が見えましたので、道を尋ねるために追いかけただけなのですが。おや、どこからか話し声が。猫歩きさんとどなた
ったでしょう。ふん、無数に存在する可能性、絶対にないと言い切れない別の私。こっちの世界ではグーパンでゲロりましたが、どっかの世界では膝パンで毒物排出と。これどっちも同じじゃない？大丈夫？もっと平和な解決策ってないの？まあいや、要はパラレルワールドのことでしょ。今はマルチバース理論って。にゃにゃ、知ってる知ってる。でもなんでかっこよく言い換えたの？解明書？そういうお話ではありません。そもそもマルチバース理論、怪しいマルチ商法の話ではないと残念です。だが言うは、私がそのマルチの証明だという、マルチの化身と。なかなかどうしてミスに置けないのかと。いるだけで世界が揺らぐミスキャスト。猫の使い道を猫以上によく理解しているようです。で、つまり何なの？あなたは世界にとって剥離剤になり得るのです。異物であるあなたはこの世界の法則に守られた最弱です。きっと誰にも勝てません。ですが運命にも縛られない。あなたの視界はいい意味でブレブレなので、この世界にいながら隣の世界の設定を現在に観測できる。私を助けてください。猫アルクさん、
肉体に異常をきたす薬物を検知。カルデア式解毒メソッド手遅れです。エコアルクさん、痛みを伴う治療法はいらねえ。ドクター、教育バーンはマジックサットファイト。これだ、リフト、タンク、デクレトニオン、払います。お手柄も、これならウィーク、これならやあ、損害、想定内、パー戦闘態勢を継続します。毒物の排出完了しました。さすがネコアルクさん、脅威の。はい、ネコアルクさんの戦いのおかげで防具充填 100% です。ゲート開きます。はい、というわけでこの MB 界は MB 界によく似た悪夢のネコワールドだったんだ。だが私はくじけない、諦めない、回線切らない。ネコはいつだって夏への扉を探すものだから。ネコアルクさんはロマンチストなのですね。よせよ、私はネコに優しい主人公を評価しているだけさ。それよりマシ君、出口の方はどう？見えてきた？はい、シバによるとあと40秒で最も近い平行世界に転移するようです。ゲート間の移動も安定しています。これもネコアルクさんのおかげですね。最後のオチまで見えてきましたね。ああ、嫌な予感しかし。